埼玉スーパーアリーナ20周年おめでとうございます。ありがとうございます。アシットマンです。お願いします。ボーカルギターの木です。ベースの佐藤です。高宗一郎です。いや20周年埼玉スーパーアリーナ、僕らもすごいお世話になっております。はい、もちろんフェスとかもいろいろだけど、はい、ワンマン2012年の時に僕たちワンマンでこの場所を出させてもらっていて、僕ら埼玉出身のバンドなので、この特に埼玉スーパーアリーナには思い入れがありまして、はい、そして2017年にはですね、僕らの主催したサイというフェスを、まさにここでそうですよやらさせてもらいまして、20周年、ね、僕らよりでも後輩だったってことそうです、ね、僕ら何周年ですか今。僕らがだから今24ですか。ですよ、おめでとうございます。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 はい、で本当にね、駅からの、なんてあれも利便性もすごくいいし、ね、うん、音もめちゃくちゃいいし、ね、僕らにとってすごくやりやすい大好きな箱です、うん、これからもどん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 、音楽だけじゃなくていろんなイベントで、いろんなこう感動を生み出していってください。以上アシットマンでした。アシットでした。